小花です。マリアです。メイです。3人合わせてこまめです。ポーズはこれで、これは3人でこまめということなので、小さいまめということでこまめポーズです。まず逆に落ち着いたマリアちゃんは逆にお姉さんじゃなくて妹な感じがします。なんか落ち着いた妹みたいな感じで、でメイちゃんは面白くて結構なんていうの、相談もなんていうの乗ってくれるみたいな感じだからお姉ちゃんで、自分はなんか自分のキャラは分からないので、とりあえず次女にしました。花ちゃんも動物に例えると何ですか？ウサギです。なんでですか？もういつもそのほんとハッピーでなんかぴょんぴょんしてるくらいだから、本当にウサギっぽく見えてしまうから。みーちゃんはトラです。なんでですか？顔がパッと見トラに見えてしまう。お花ちゃんは妹キャラって聞いていて実際に知ってたんですけど、会ってみてどんな感じなのかなって思って会ってみたら本当にもう妹って感じでしまう。もうベタベタなんか甘えてくる感じが本当に妹にしたくて、でだけどちゃんとやらなきゃいけない時は本当ちゃんとしっかりやるから、メリハリが本当すごいなって思いました。マリアちゃんは見た目からしてすごく静かな印象だったんですけど、話してみるとなんかすごい話も弾むし気がよく合うので、話しててすごく楽しいし、何よりすごい大人っぽくてもう羨ましいっていうか、もう大人って感じがすごいします。